吉田さん、確かにね、生まれてから死ぬまでずっとオンで、死んだ時がオフ、演じてる自分も自分の一部、表も裏も何もないよっていうのはね、まあそういえば身も蓋もないといえば身も蓋もないですよね。でも多くの方は真っ正直な自分が誹謗中傷されると自己肯定感強いですから、自己評価高いですから、自分のことけなされるとそんなことないのになっていうふうに折れちゃうんですよね。まあでも私みたいにね、どう評価されても構わねえし、そもそも私はもうなんかこの日本人口の一人に数えられてるだけでももう十分ですっていうふうなね、そのぐらい自分を自己否定して貶めていると、もう何を言われても平気だなと思いますしね。究極が言い争いになったら、私は世間知らずの隠居ですから私の方が間違ってますよっていうふうにすぐにへりくだることができるんですよね。まあいわゆる争わないって感じかなと思いますけども、まあでもね、やっぱり通常行動できない人ってのはそこなんですよね。そうなれないから行動できないんでしょう。自分が傷つけられたくないから、自分は自分の信じている高い価値の自分でいたいわけなんですよね。だからなるべく人前では見栄も張りたいし、いい気持ちにもなりたいし、褒められたいしっていうふうにプラスであることを期待するんですよ。多くの人に認められて、多くの人に気に入られて、自分がやったことはみんなに受け入れられると、自分はモテてモテてしょうがないと、それがまあ普通だけどねっていうところなんですよね、きっとね。まあ婚活パーティーに行っても、いや普通の人がいいんですよと、贅沢言わないですから、普通の人年収700万でとかね、身長175センチは欲しいですよねって、まあこのぐらいの普通の人はいいんですけどみたいなね、もうすでに普通じゃないみたいな感じですよね。で自分に対しては、自分はそこそこイケてると思うんだけど若く見られるんですよとかね、年よりも10歳若いって思われてますみたいなね、よく言われますみたいな、その自己肯定感ばかりなんですよね。まあですんで、インターネットで発信するときって、まあ自分をね、役者に見立てていろんな形に演じることもいいんじゃないですか。それも大いにいいと思いますよ。それでもしね、自分の夢が叶えられる、自分の目標が達成されるんだったら、全てはその時正当化されると思うんですよ。もちろんね、嘘を言ったりとか人をだまくらかしてっていうところまでは良くないですけどもね、金持ちブランディングみたいなね、ああいうのは私も好かないし、今はもうそこそこ流行らないですけどね、ああいうのはね、まあけどね、どんなことをやるにしても、人の気持ちを動かせるような演出力とかトーク力とか表現力がなければ引き込めないのは確かなんですよ、どんなことでもね。本当に力を抜いてダラーンとこうやって YouTube で放送していても注文が入るとかね、問い合わせが来るとか、もしくはもう素晴らしいプロダクトローンチを組んで緻密に設計しないと、まあ、反応がないとかっていうのもありますけども、どっちでもいいって言えばどっちでもいいですよね。で何かで人の心を動かそうと思ったら、やっぱり、自分をね、鍛え込んでいかないといけないところはあると思うんですよ。そして凡事徹底といいますか、続けていく、継続する、諦めないってことは必要だと思うんですよ。ただやっぱりね、今回私の今回の動画のまとめで言いたいんですけども、そのぐらいの価値はあると思いますよ。自分の人生を構築するのに、痛い目を見たりとか悲しみを見たりとかね、粉骨砕身してあらゆるものを我慢して一点集中する、それこそ苦痛もあるでしょうしね、生みの苦しみみたいなのもあるでしょうけども、いやそれだけの価値はあると、そのぐらいまでしてね、掴み取る価値があると思いますよ、一人一人自分の人生はね。でいまいち自己肯定感高い割には自分の人生は、そこまで苦労しなくても手に入ると思っちゃってるのかなと思うんですよ。後回しにしても間に合うと思っちゃってるんですよね。なぜかね、やることってのがちぐはぐなんですよ。私はね、1秒でも無駄にしたらもう自分の人生なくなるんじゃないかなぐらいの気持ちでやらないといけない人が、なんかね、やるべきことを後回しにしたりとか、1年を振り返って反省とか言って、すごく申し訳ないけど低レベルな反省ばっかりしてると思いますよ。やりたいと思ったことができなかったとかね、これこれがあってなかなか動けなかったとか、いや1年かけて本当にできなかったのかなと、それほどまでに忙しかったのかな、トランプ大統領やそれは菅総理大臣より忙しかったんですかって話ですよね。多分そこまで忙しくないけど、やらんでもいいことをずっとやってきたのか、それともいまいち気が乗らなくってね、夏休みの最後の日を待っていたのか、まあもう日暮れて道通しということを20代の方も30代の方も40代の方もね、ましてや50代60代の方は本当に尻に火がついた気持ちでやらないといけないと思うんですが、どうもね、まだまだのんびりやってますよね。だから私がネットビジネスのレースをしているとしたら、私は全力疾走なんですよ。それこそ
裸足でも走るみたいな感じなんですよね。張ってでも行くみたいな。でも周りの走者っていうのはなぜかね、うん、まだ布団から出てないって感じなんですよ。これじゃ勝ちますよ、うん、布団の中で走ってる夢を見てるんでしょう、きっと。いや、これだったら勝ちますね。私は夢を見る瞬間もいらないから、うん、生きてる間、オンの間は現実を捕まえ続けていきたいなと思う妙な隠居でございました。いってらっしゃい。